お元気ですか、ポクチュミでございます。今日の夕飯は、またね、餃子でございます。今回はね、一人前のスタイルになっています。またね、羽根つきがね、またうまくなりました。小麦粉のね、量をね、かなりね、減らすんですよ。で、水を多くすることによってですね、サクサク感が出ます。別にね、餃子は羽を食べるも、羽根つきをね、食べるね、料理ではございませんからね。ね。でもやっぱりね、サクサク感が欲しいから、ね、こういったね、薄めいった方がいいんですよ。でも薄めするとね、割れやすいというね、難しさもありますけどね。そこはね、ちょっと配慮しながらやるといいんじゃないかと思います。で、今回はね、水餃子も作りました。今回はね、餃子尽くしでございます。で、お酒は、ブラック日課のサイダー割りでございます。でですね、明日ですね、多分届くと思います。ね、前に一回あげたね、開封動画のね、あれが届きます。これはね、まずね、編集してね、久しぶりにね、プレミアで、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。前編後編にいつもやるんですけどね、今回はね、いっぺんにね、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。さらにね、もう一つもやりますのでね、そちらは動画でもね、あげますので、よろしくお願いいたします。今回の告知と夕飯動画でした。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは、皆様にお任せします。ありがとうございました。